Hey guys, it's Miley. Today I'll be showing you guys my night routine. 今日はみんなにナイトルーティーンを紹介したいと思います。I'm home. ピアスとか外します。時計も外します。ジャケットなども脱いで、手を洗います。これから顔を触ったりするので、手はちゃんと綺麗な状態にしたいと思います。ファンケルのマイルドクレンジングオイルを使って、顔の化粧をすべて落としていきたいと思います。この時に優しく顔をマッサージして、血流を良くしています。クレンジングを終えたところで、そのままお風呂に入りたいと思います。 B は週に3回ぐらいお風呂に入って、それ以外の日はシャワーにしています。シャワーから出てきました。イエーイ。歯を磨きたいと思います。歯はクリニカの適当なやつをいつも使っています。私はタオルで拭いて、そのままタオルで髪の毛も乾かしていきたいと思います。最近愛用しているのはジョンマスターズオーガニックのヘアミルクです。それを髪の毛全体に伸ばしていきます。ダイソンのこれで乾かします。ダイソンのヘアドライヤーは風圧がすごいので、すぐ乾きます。乾いたところでブラシを使って髪の毛をブラシします。完成です。なぜかポージングもします。アクネスの薬用モイスチャー化粧水を使って保湿をして、その後は胃肌のしっとり乳液をつけます。顔全体に伸ばした後、気になる部分に病院でもらったお薬をつけていきます。その上にクレアラシルを塗ることによって、早く治ることが自分の中の発見です。これでバスルームですることは終わりです。洗面所から出てすぐ部屋に行きます。部屋に着いたらパソコンとか本とかをいろいろ持ってベッドに座ります。今日はパソコンで YouTube の編集をしたりしてます。けど、その他の日は学校の宿題だったりいろいろしています。私に欠かせないのはお水です。いつも水筒を持って部屋でこもっています。パソコンはずっと中学から使っていて、今は MacBook Pro を使っています。パソコンの作業が終わったら本を取り出して読んでいます。今読んでる本は基本的に日本語の本が多いです。まだ日本語勉強中なので、ここで日本語を覚えています。お水はその時も欠かせません。本を読み終わった後は足のストレッチを毎日やっています。足が筋肉質なので、ストレッチをしないと筋肉が硬くなってしまうので頑張っています。今でも苦戦しているのは前屈です。全く前にできないです最近始めたことですが、少しだけ顔のマッサージもしています。お水を飲んでるので顔がむくみやすいこともあるのですが、その分マッサージで解消しています。いろいろ終わったところで、物を全部どかしてメガネに変えて寝る準備をします。 B のナイトルーティーンは以上です。Thank you for watching. Please like and subscribe my video. チャンネル登録といいねとかいろいろよろしくお願いします。